はい、どうもケイシーです。今日はですね、気になる脇道シリーズです。今私がいるところは新潟県上越市柿崎区竹ヶ花の方面ですね。それで、右手柏崎方面、左手が上越方面になります。それで気になる脇道というのはこちらですね。通り抜け困難ですね。気になりますよね。ではでは行ってみましょう。
今はこちらの方の道を行ったら、ぐーっと行って行き止まりでした、でこっちにも道があるんですけども、ちょっとここに何かあるので行ってみたいと思います。その前にちょっと周りを見てみましょう。ここなんか石碑がありますね。こちらがさっき上がってきた道です。それでここがちょうど高速道路のすぐ横の道になるみたいですね。こんな感じです。このトンネルの上を道が走ってました。はい、はい、ではこちらの方に行ってみましょう。ここら辺はちゃんと草刈りもされてますね。でちょっとねここに階段っぽいのが見えるんですよ。何かあるんですかね。こっちもなんか道がありますね。ここはなんかため池になってるんですかね。じゃあちょっと戻ってさっきの階段を上がってみます。では行きます。何か見えてきましたね。お墓のようですね。結構の数のお墓があります。では戻りましょう。はい、では戻ってきたのでこっちですね、ちょっと下っていくと思うんですけども行ってみましょう。
はい、無事に通り抜け完走できました。降りてきた道がね、こちらになります。確かにね、かなり通り抜け厳しかったですね。私はバイクだったのでそんなに問題はなかったのですが、車のサイズによってはかなり厳しいと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ケイシーでした。